さんチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。滝本ブックオード小林です。タンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日もですね、たくさんメールいただいております。はい、はい、でそのメール来てる中でも結構たくさん質問来たメール、はいはいはい、今日はご質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私の家は浄土真宗ですと。はい、で先日仏壇を購入したんですけれども、はい、配達の費用ですね、その、まあ、言うたら家、まあ、お家の中におじいちゃんおられるんでしょうね、はいはい、大安の日にせなあかんと。なるほど。入れる費用ね、はいはい、言ってるんですけれども、私大安休みが取れないと、はいはい、いろいろな、まあ、日曜日とかの絡みがあるんでしょうね、なかなか取れないんですけれども、これやっぱり大安の日に入れた方がいいんでしょうかと。なるほどね。はい、そうなんです。結構ご質問多いんです。多いです、はい、だから僕らでも配達ね、結構やっぱり大安多いですから、特に土曜日日曜日の大安は、ね、立て込みますね。もう走りまくってますんで ね、はいはい、やっぱりそのイメージとして昔からね、やっぱり大安はいい日、はい、まあまあ、いわゆる仏滅はあんまり良くないっていう、はい、なんか風習みたいな若干ありますわね。であとは、まあ、地域性だったんで、そうですね、はい、特にうちの田舎とかでも結構そういうのがありますからね、はい、年代であったり、はいはいはい、そうですね、気にされる方は気にされると思うんですよね。そうですよね、はいはい、で実際おじいさんも言うてはることも、はい、まあ、違いではないんですけどね、まあ、気持ち的にはね、気持ち的にね、やっぱり大変のがいいと、はい、思うのはやっぱりどうしても ね実際僕らも大変忙しいし、はい、っていうお話しましたし、はい、でもこういう場合はただどうしたら、そうですね、はい、一回ちょっとカレンダーがね、カレンダー今ちょっと購入させていただいているんですけれども、はい、今日がね、まあ、この3月のカレンダーで今日が3月11日、11日、はい、今日は仏滅なんです。仏滅、はい、で明日大安なんです、はい、で明日忙しいんです。そうですね、はい、明日うち事で申し訳ない、明日忙しいんです、でカレンダー見ていただいて、はい、まあ、大安ですね、はい、大安ですね、はい、赤丸しちゃいますね。やっぱりこうなってるんでしょうね、はいはい、いい日っぽくなってます、はい、でも他も結構日ありますよね、はい、その赤光、赤光、赤い土、はいはい、で先に勝つと書いて戦勝、戦勝、はい、で、まあ、いわゆる友引き、友引き、はい、で先に負けると書いて戦部、戦部で仏滅、仏滅と、仏が滅する仏滅、そうですね、はい、で、まあ、仏滅、仏滅、ただ仏いう字入ってますよね、はいはい、だからどうしてもこう仏教とこう結びつきやすいイメージがあるんですけど、はいはい、だからどうしても避けはるんでしょう、はいはい、でまあ、本来からいくと、うん、本来仏教からいくと関係ないと、あ、特に大安仏滅は関係ないと、ほんま関係ない、ほんま関係ない、仏教には関係ないと、はい、ご宗派が多いんですけど、はい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 、だから特に浄土真宗さんは問題ないと、ね、だから、はい、何かをするときにいい日も悪い日もないということが結構言われてますので、はい、本来は気にされることはないはずなんですけれども、はい、やはりこういうのがあると、ね、そうです気になるんですよね、はい、そうなんですよね、どうしてもやっぱりこう年行かれてある方は、ね、気にしはるので、はい、もしね、どう言ってですね、大安の日ができたらあれですけれども、うん、別に無理やったら、無理やったらもう、はい、どの日でも問題ないと、たとえ仏滅でも悪いことはございません。そしたらこの方も別に問題はないと、はい、そうですね、はい、なんとかおじいさんの説得して、そうですね、頑張って説得していただいてね、はい、はい、でまあうちでは多分ご購入はされてはれそうですからまた何かありましたらね言っていただいたりなんで、そうですね、はい、まあ今日はこれでご質問にお答えできたと思いますんで、はい、また何かありましたらいつでもご相談くださいませ。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。